スーパー戦隊シリーズ手裏剣戦隊、ニンニンジャー。手裏剣戦隊ニンニンジャーは、2015年2月22日から2016年2月7日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜7時30分8時に、全47話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマのタイトル、および作中で、主人公たちが変身するヒーローの名称。キャッチコピーは、忍びなれども忍ばない。 忍ぶどころか、暴れるぜ。スーパー戦隊シリーズ第一作、秘密戦隊ゴレンジャーから生誕40周年を迎えた節目の作品であり、忍者戦隊カクレンジャー、オシフ戦隊ハリケンジャーに続いて3作目の忍者をモチーフとした戦隊である。ニンニンジャーのメンバーは、シリーズ初となるいとこ同士で構成され、代々忍術を継承している家族3世代のドラマが描かれる。 開き直り、手こ入れの強調に重点を図っており、娯楽要素中心の作品を目指すと、制作発表会見でプロデューサー陣は語っている。忍びなれども忍ばない。というキャッチフレーズも明るく楽しい作品を目指した、ことから付けられた。また、王道のふりをした、王道外しというコンセプトも掲げられており、各話のストーリーでは、シリーズの定番要素を用いず、前作。 列車戦隊特急ジャーとの差別化から初期メンバーの改装や子供時代の描写を避けている。メインライターの下山武とは後から出たアイデアが伏線に縛られて使えないことを防ぐため分かりやすい伏線を張らないという方針を掲げ、序盤より伏線めいた描写は用意されていたが、幾通りか選択できるようなものとし物語の進行や制作状況などに合わせ決定していった。 反対に想定外の要素が伏線になることも多かったという。各ヒーローの故障は一作目、ゴレンジャー以来となる赤、青などの日本語の色名が採用された。また、ヒロイン2名の色が白と、桃なのは電撃戦隊チェンジマン以来30年ぶりであり、赤星紅白等の組み合わせはシリーズ初である。企画当初は企業タイアップによる 子供の夢の職業をモチーフとした戦隊が検討され、その中で忍者と職業をモチーフとする案などが上がっていたが、職業モチーフは実現が難しいことから忍者のみがモチーフに選ばれた。また、メインライターの下山武人が検討案として挙げた、先祖代々という要素を身近に感じられるように、3世代と設定し、メンバー構成もシリーズ初となるいとこ同士となった。 当初は5人全員が、いとこという設定で検討されていたが、兄弟はいても良いのではないかという案が出て、赤と白が兄弟として設定された。伊賀崎星は、戦国時代に実在した忍者伊賀崎道順に由来する。また、忍者学校を舞台とする案も存在し、この点は、忍術道場で修行するという要素で盛り込まれた。作品全体の雰囲気として、 ハリウッド映画に登場するような、とんでも忍者が意識されており、特に、青忍者、スター忍者の設定はそれぞれ魔法やドラゴン、ウエスタンなどは風とは異なるイメージが盛り込まれている。変身時の音声は、アイドル音楽やゲームの効果音などをイメージしている。ヒーロー側のメカに関しては、地球戦隊、ファイブマン以降シリーズの特撮監督を担当する、仏多様のアイデアにより、 これまでのスーパー戦隊シリーズでメインモチーフとなっていた要素を盛り込んだものとなっている。また、武道、可愛い、技術力、良いものは何でも取り入れる日本文化の長所など、クール、ジャパンという裏テーマも込められている。敵側の木履き軍団は妖怪をモチーフとしている。カクレンジャーとの重複やゲーム、妖怪ウォッチの人気もあったことから、当初はこれらをモチーフとした敵は避ける方向で、 考えられていたが、子供たちに妖怪の知識が広まっていることがプラスの要素になると考えられ、妖怪がモチーフに採用された。また、妖怪を誕生させる封印の手裏剣の数は、煩悩の数に合わせて108枚の案が出ていたが、数が多いことや、同時期に放送されていた仮面ライダードライブの怪人、ロイミュードの数と同じであることなどから48枚に変更された。 なお、伊賀崎製の由来となっている伊賀崎道順には48人の部下がいたとされるが、メインライターの下山武とは偶然の一致であったと述べている。当初は2月15日放送開始予定であったが、前作、列車戦隊特急ジャーの放送がアイスセルによる日本人拘束事件に関するアン道特別番組で一周順延になった影響もあり、偶然この年から始まった。 2月22日は、忍者の日に合わせる形で本作品の放送開始も一周、順延。これに伴い順延決定後に流れた、本作品の新番組告知でも、この記念日のフレーズが使われている。この余波を受け、シリーズ第一作、ゴレンジャーの放送開始日にあたる4月5日に、放送される予定だった戦隊シリーズ40周年、記念エピソードも、 結果的に番組制作側が良い忍者の日と語を合わせる形で4月12日に順延となった。また監督の竹本昇は放送開始が遅れた影響で 追加戦士であるスター・ニンジャーの登場が早まったことを証言している。この他、監督の渡辺克也和風花が人質に取られる忍びの録の内容もシャルリー・エブド、襲撃事件の影響によりセリフの修正などが生じたことを証言している。シリーズ生誕40周年を迎えた本作品では、過去の東映ヒーローシリーズに出演経験のある俳優が複数起用され、 それらを主軸としたエピソードが放送された。放送に先駆けて2月6日に、東京スカイツリータウンにて、忍ばないサミットが開催され、坂上忍本作品により、連動データ放送を利用したゲーム企画を開始。アバンタイトル冒頭にて主要人物による告知を行った後、エンディング終了後に正解を発表する形式である。この形式は、 宇宙戦隊9レンジャーまで継承された。本作品の放送期間中にサービスを開始したスマートフォン向け映像アプリ、東映特撮ファンクラブでは、放送終了後の8時30分より、その週の放送分の見逃し配信が実施されるようになった。ガング売り上げは、上半期46億円、通期78億円となり、前作を下回っている。1571年。 伊賀崎一族をはじめとする忍者たちは、木垣一族の当主で恐怖による天下統一を目論む史上最悪の武将木垣、幻月を打ち倒した。幻月は、最後に444年後、もう一度、天下を恐怖で支配せんという予言を残して絶命し、後に予言通り復活する。伊賀崎家最強の忍者伊賀崎皇天は、妖怪となり復活した幻月と戦い、 48枚もの封印の手裏剣で祠に封じる。皇天は後にラスト忍者と呼ばれる伝説の存在となった。2015年、皇天の孫である伊賀崎あっぱれは4年ぶりに放浪の旅から伊賀崎忍術道場に帰ってきたが、突如その道場に謎の怪人たちが出現。あっぱれはすぐさま赤忍者に変身し、その怪人たちを撃破する。そこには、 父の伊ヶ崎旋風に、妹の伊ヶ崎風花、いとこの加藤、クラウド、ヤクモ、松尾奈百地霞も集まっていた。旋風は5人に幻月が言う444年ごとは、実は、今年ではないかと告げ、幻月が封じられた祠を見せる。だが、それと同時に、祠の封印がいざよい旧絵文のによって解かれ、妖怪たちが、幻月の復活を目指して、 人々を襲い始める。あっぱれたち5人は、旋風から忍者一番頭を託され、手裏剣忍法の使い手、忍忍者に変化し、手裏剣戦隊として、妖怪退治に挑む。初期メンバー5人は、皇天の孫であり、そのうちあっぱれと、風花は、実の兄弟でそれ以外の3人とは、いとこ同士である。諸突猛進タイプのあっぱれに他の初期メンバー4人が、 振り回されるパターンが多いが、お互いの個性や特徴は理解しており、いざ妖怪と対峙すれば、チームワークを発揮する。日常時は私服であるが、戦闘時には私服のもとに着用の推し装束姿になる場合もある。近時も忍びの21にて、後天より推し装束を受け取り、以降はそれを着用することもある。戦隊のマークは、忍の字を図案化したもの。 変身前後にかかわらず本名で呼び合うが、忍びの14では、妖怪やマビコの攻撃をかわすため色で呼び合ったことがある。名乗りの向上は、忍びなれども忍ばない、裏剣戦隊ニン,ニンジャー。忍ぶどころか、暴れるぜ。忍びの38では役もに合わせて、魔法戦隊、マジマジジャーと名乗っていた。初期メンバーには通信装備はないため、 連絡は普通のスマートフォンで取り合っている。書籍、手裏剣戦隊、ニンニンジャー超全集では装備の総称をニンニンを主ぐと記述している。ニンニンジャーが超絶勝負、チェンジャーを用いて超絶変化するパワーアップ形態。基本的には赤が上司の部下中を装着することでライオン派王のパワーと融合し赤ニンジャー超絶となる。一度に一人しかなれない。 赤から借りて使用することも可能で、忍びの27ではスターが、忍びの35では木が、忍びの38.44では青が、それぞれ超絶に変身している。忍びの39での桃は、センスに合わないという理由から超絶に変身せずに、忍者激圧型なに超絶勝負、チェンジャーをセットして超絶激圧乱れギリを披露している。 また、生身のまま上忍ぶ甲冑をまとった姿に変身することもできる。忍びの22では風花が超絶風花に、忍びの38では忍者成人式の衣装として、役もが超絶役もに変身している。各個人の忍ぶタりティをもとに生み出されたもので、その押したりティの大きさが技の強さに比例する。五頓押し手裏剣を使った。 忍法上級手裏剣忍法ごとん押し手裏剣などの術を二つ以上組み合わせて発動し、相手に幻覚を見せる。おとも、押し手裏剣を使った、忍法義押し手裏剣を使った、忍法風来押し手裏剣を使った手裏剣忍法、手裏剣忍法奥義その他の忍法ここでは、押し手裏剣を使わない忍法を記載する。おとも、押し手裏剣と忍者一番頭の ごボタンで発動する手裏剣忍法召喚の術によって召喚されるニンニンジャーのからくり巨大マシン。現代になって後天により作られた。いずれも人工知能による自我を持ち、様々な場所に忍んで平時は待機している。おも、忍の,の上に立つニンニンジャーが忍者一番頭を突き立てることでコントロールする。忍びの四十では、忍び丸ロデオ丸ドラゴ丸ダンプ丸ワンマル。 ビュンマルの連続攻撃お供モシーケイケアダックを使い、貧乏神を倒した。手裏剣陣忍びの位置から登場。5体のオトモ忍が手裏剣合体した、からくり巨大合体ロボ。ソイヤソイヤ、ワッショイ忍者の音声と共に合体していき、最後に赤忍者のお供をしシ手裏剣を装着後、手裏剣人の音声で完了する。手裏剣人という名前は初めて合体した時に、 あっぱれが即興で名付けた。コックピットはみこしを模したユニットをみこし糸となっており、5人のうち誰か1人がそれに乗り、他の4人が忍者1番刀を装填して、それを担ぐ操縦方法が取られている。忍びの42では、獅子王はとっくりを刺して操縦している。武器はドラゴ丸の尻尾を分離したドラゴソードと背中の翼を合わせたドラゴシールド。 時に、胸から忍び丸が飛び出して戦うなどアクロバティックな戦闘スタイルである。必殺技は5枚の手裏剣を模したエネルギーと共に、炎をまとったドラゴソードで敵を切る手裏剣人あっぱれ斬り。発動の際、忍び丸もドラゴソードのような剣を振るう。巨大化した妖怪を倒した後の決め台詞は、忍ばず、ばっしょい。バイソンキング忍びの9から登場。 バイソンキングバギーが、バイソンチェンジしたスター・ニンジャーが操縦する、からくり巨大変形ロボ。イーハー。バイソンの音声で変形していき、ロデオ・マルが、頭部に登場。最後にスター・ニンジャーのお供押し手裏剣を装着後、バイソンキング、の音声で変形が完了する。バイソンキングバギーのコックピット部がそのまま、コックピットとなる。武器は、バギーのマフラーが分離した、バイソンライフル。 荒々しい戦闘を得意とする。必殺技は、バイソンライフルを連射するバイソンアラクレバスター。巨大化した妖怪を倒した後の決め台リフは、忍びなれどもパーリない。ライオンハオ忍びの20から登場。ライオンハオ上が、ライオン変化したからくり巨大変形ロボ。獅子王の本来の姿でもある。ライオンハオ、ライオンハオ、の音声で変形していき、ライオンハオ、 の音声で変形が完了する赤忍者超絶が胴体部にあるライオンの口の中に移動して直接操縦する。両手に大手裏剣を持ち、2つを合体させて投げつける大手裏剣クラッシュを得意技とする。必殺技はライオンハウ上形態になり高速で敵に突進し、背中に乗った赤忍者超絶が忍者一番勝負刀で敵を切り裂く。 ライオン超絶ギリ。激圧大王忍びの32から登場。法王声竜、玄武白虎パンダマゴイマルの6体が、激圧手裏剣を合体したカラクリ巨大合体ロボ。激圧。あちゃー。の音声と共に合体していき、最後に、おとも、忍ぶ手裏剣激圧を装着後、激圧大王。の音声で完了する。合体完了後は、炎が燃え盛る。 異空間人砲国ピット空間に6人が外側を、向いて円形に並んだ状態になり操縦する。カンフーアクションを取り入れた、軽快な動きで敵を圧倒し、火炎を放つ激圧ファイヤーや、頭部や、胸、両腕の手裏剣マークから後弾を発射する、激圧ショットを繰り出す。その他、青龍丸を放つ青龍剣、水鏡の盾を作る青龍強化水月、 パオン丸のおと押し手裏剣を使用して、炎の翼を発生させる、延々長打の術。パオパオじゃ、ジライア押し手裏剣で、緑色の炎を吹き出すジライアの術。世界に、ンジャーなどの上級忍法がある。必殺技は、胸部から6人が打ち出されて、敵を直接攻撃する、激圧大フィーバー。忍びの45では、ジャンプして放つフライング激圧大フィーバーを使用する。 スペック読みは、キバオニ軍団。戦国時代に滅ぼされ、妖怪となるモラスト忍者によって封印された、武将、キバキマボロシズキが率いる、妖怪軍団。マボロシズキを完全復活させるため、人間の持つ、恐れの心を集めるべく破壊と暴虐の限りを尽くす。幹部は伊ざよい旧モン王を除いて、部分的に欠けた面から復活し妖怪化した、マボロシズキの家臣である。 幹部の名前は、太陽や晴天に由来する、あっぱれや皇天との対比で、月の呼び名に由来している。なお、俳優による、スメンタイプの幹部は存在しない。声優のキャスティングは、東映アニメーションから出向しているプロデューサーの若林剛と柴田弘明により、再配された。過去の特撮作品と同じ役柄で出演した役者は重張り格好で、その作品名を示す。 赤忍者役に抜擢されていた、浅井博介がクランクイン前に負傷したため、初期の赤忍者は、藤井優吾が代役を務めた。藤井と、青忍者を演じる、中田博士は本作品が、レギュラーヒーローとして初出演となる。その後、浅井は、第7話ゲストのハリケーンレッド役を経て、第8話から、赤忍者として復帰した。浅井が竹部から受けた説明によれば、 復帰時期をスター・ニンジャーが初登場し、目立つ時期にすることで交代を気づかせいないという意図があったという。自作、動物戦隊獣王ジャーの撮影開始後は、同作品に参加するアサイに代わり再び藤井が赤忍者を演じることもあり、最終話での新旧レッドのバトンタッチでは、アサイが獣王イーグルを藤井が赤忍者を演じた。忍び丸役は、 手裏剣人との対比で小柄であることが求められたため、初期は子役を使って、身長差を出すことも検討されたが、仮面ライダー鎧部、外務にて女性である仮面、ライダーマリカを演じた、藤田聡が推挙された。ベテランの北川にトムは、人手が足りない時に戦闘員を演じていたと述べている。第7話で、ゲスト出演した忍者レッドは、カクレンジャー本放送時のスーツアクターを担当した。 高井は政治のスケジュールが取れたため、本作品でも高岩が担当した。東映画ーチーフプロデューサーには、特命戦隊、ゴーバスターズの竹部直美が二度目の登板。メインライターには、スーパー戦隊シリーズとしては、メイン初登板となる、下山竹とパイロット監督には、前作、列車戦隊特急ジャーに引き続き中澤翔二郎、劇とも音楽には、 海賊戦隊ジャー以来となる山下孝介がそれぞれ起用された。忍びの十三点一四を担当した監督の金田治は後半でも参加が予定されていたが映画仮面ライダー一号の撮影が入ったため実現には至らなかった。唯一のサブライターとして参加した毛利リー渡る博士は後半は仮面ライダーゴーストと並行しており、忍びの三十三の内容は 仮面ライダーに引きずられているところがあったかもしれないと述べている。木脇軍団のデザインは幹部を篠原保つ、格和ごとに異なる妖怪を、ケイスケが担当している。また豊田幸秀と渋谷良介が本作品で、初めて怪人デザインを手掛けた。OP の表基準エンディングロケ地となった、千葉城模擬天使画本作品では、スーパー戦隊シリーズとしては初めて各種 SNBS の、 公式アカウントを取得し、従来からの媒体と合わせて情報を発信するようになった。ありがとうございます。